ヘミちゃん。あ、V くんだ。ありがとう。実物の方がかっこいいですね。指名ありがとう。ずっと見てました、YouTube とかで。TikTok とかめっちゃ見てます。嬉しい。かっこいい。顔めっちゃちっちゃい。いえいえ、負けるわ。いや、めっちゃかっこいいです。マジで負けます。すごい、めっちゃなんかホスト来たことなくて全然。そうなんですか。めっちゃ緊張してるんで、あんまり。初めてやん。あ、もう初めてです。そうなんだ。嬉しいな、初めては。指名するの初めてで、もう全然わからないんで。こんないい子に指名してもらって嬉しいな。そんな、みんなこんな感じじゃないんですか。うん、やっと会えたみたいな気持ち。こっちまでテンション上がっちゃうじゃん。じゃあ乾杯したい。ありがとう。なんかホストクラブって結構なんか高いイメージあったから、そう、これで足りるかなと思いながら来ました。失礼します。失礼します。失礼します。お願いします。シュートです。ありがとう。お願いします。ちょっと一杯いいですか。はい。いただきます。なんかヘルプの人もみんなかっこよくて、すごいホストクラブキラキラしてる。もしよかったらさ、この後アフターとかどう？アフターですか？うん。すごい。なんか、いや、アフターって。うん、こんな何もしてないのに言ってくれるんですか。いやいやいや、もうめちゃめちゃいい子だった。なんか申し訳ない。でも行ったことないからちょっと行ってみたい。ちょっと行ってみたいけど、なんか申し訳なさすぎる。いいんですか。いい。楽しみ。ね、お酒好きだったらバーとか。確かに。うん、お酒めっちゃ好き。行こうよ。行きたい。はい。やったー、いいんですか。ね、嬉しい。ということで、今回のホストラジは、イタ客が、どんどん成長していく様です。イエーイ。いやー、成長してた、本当に。いやー、めちゃめちゃ、今回はですね、ピンセンドの岡野くらみちゃんにお願いしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さん、それでは自己紹介をお願いします。アニマスよ、サラヘヨ、ミニアキャット、V です。よいしょ。増えた、はい、増えたね、増えた。アクセルのアイドル、青空なつきです。よいしょ。さて、店で働いてます。レオ代表です。よっしゃー。はい、個性的なキャストをまとめる園長先生こと水木玲斗です。よいしょー。あれがいろんな担当をどんどん知って成長していくホスグリの様になっております。はいはい、まあ、ああいう子がね、どう転ぶかは担当次第だと思いますけど。最初からね、アフターしてくれちゃったから。原因だ。アフターってこんな簡単にできるんだ。してくれなかったら満足度が下がるから、確かにね、ダメということか。良くないやつです。良くないやつです。これ良くない再現ってこと。良くないやつです。確かに。くらちゃん、今日も来てくれてありがとう。あ、またシュートくん。はい、またシュートくんね。でもオンリー、さっきまでずっとオンリーだったから寂しかったんですよ。ごめんなさい、オンリーさせちゃって。店来てから1時間ぐらい経つんだけど、はい、普通に今日ワンタイで帰りたかったんだけど、月くんまだ来ないんだけど、忙しいんじゃないですかね。この間さ、はい、シャンパンおろしたの忘れてるのかな。 LINE も返ってこないんだよね。おっとっと。なんかこの間もなんかワンタイで来ようかなっていうのを事前に伝えてたんだけど、結局ラストまでいたんだけど、今日もそれかな。私そんなお金めっちゃ持ってるわけじゃないのに、やめてほしい。で、なんかアフターもしなくなったし。なるほど。お待たせ。やっと来た。お待たせ、ごめんね。1時間オンリーだったんだよ。この間シャンパンおろしたの覚えてる？覚えてるよ。でもアフターなかったじゃん。なんかありがとうっていうラインもさ、朝来て、びっくりしちゃった。私月くん最初優しかったから、この人もいい人だなって思ったんだけど、なんか雑じゃない？最近雑じゃない。どうなんそれは。雑だよ。いやでもさ、シュートいつもさ、こうやってついてくれてるさ、シュートいてほしいよ、僕的に。あ、本当に、うん、今月シュート誕生日なの。え、全然いいことじゃない。いやいや。だから今日シャンパン入れてくれたらアフターケア考える。本当に。うん、ありがとうございます。うわ、来た。おー、来た。最高じゃん。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。シュート今日時間空いてる？あ、僕も。はい。え、シュートもついてくんの？めっちゃよくない？まあ、うん。今日さ、
ミーティングあるから先シュートと言ってた僕1時間後ぐらいから合流してもいい？なんで2人でいなきゃいけないの？だからやっぱ歌舞伎町1人で歩くと心配だからこそ担当としてね、僕もあれシュート任せたよ。はい、頼むわ。なつきくんがやった、徐々にもうホスト知った女の子、初回もアフターも枕も全部知った子ですね、きっと。なるほど、はい、でもなんかその人に1、2ヶ月って遊びたくなるから、うん、なんか言うだけ言ってでどっか行っちゃうイメージある。1、2ヶ月目ってめっちゃ初回行くもんな。そうなんだ、絶対行くよ。この人もいいけどやっぱちょっと他も見てみたいし、友達なんかそう始まっちゃうんだよね、初回巡りになる。チヤホヤされるのがまだ楽しいみたいな。あ全部が本当に恋になる。そうそう、リアルリアル。まあ、ここからいた客になるかどうかがこう決まるじゃん。はいはい、絶対になんかその会ったホストさんにもよるだろうけど、うん、ホストが簡単にアフターとか枕とかしてくれてたらお金使わなくてもやってしてくれんじゃんみたいな、うん、なってみたいな、使ったら使った分だけ返せよみたいな、うん、なっていくと。なっちゃん的にはああいうこと？僕的には、うん、いやでもあったなと思いますね。あ、そういうことも、うん、そう、全部が多分ある感じしますもん、うん、だからすごいリアルだなと思いながらやりながらそう、リアルだなと。結構リアルよ。結構リアル、結構リアルよ。みんな経験したことあるかもしれない。絶対あるでしょ。お待たせ。遅い。ごめんごめん、めっちゃ待った。ちょっとバタバタしてたな。すまんすまん。バタバタしてないよ、だっていつももっと早いもん。まあ、そうだけど、この間シャンパン入れたからさ、ちょっとなんか育ってきたなこいつとか思って。いやいや思ってない思ってない。レイヤくん先月もさ、私が最後指名日駆けつけてきてさ、ナンバーワンだったじゃん。ああ、まあまあまあそうだね。もっと感謝してほしい。うん、感謝してるよ本当に。うん、結構伝えてるつもりだけど。でも私と出会ってから。失礼します、よろしいですか。また来たの？はい、また来ました。話してたんだけど。はい、また来ました。今二人でめっちゃいい話してたんだけど。僕もそれに話を聞かせてください。いいよいいよ、別に聞きたいですよ。お前にするような話じゃない。今二人でさ、ナンバーの話とかホストの仕事に対して話してたから。まあいいや。てか飲まないで、飲まないで。ああ、ダメですか、あげてよ。いや、これ全部レア君と一緒に飲むから。ああ、あんま飲んでほしくない。そういうことやんないで、一緒に飲んで楽しもう。じゃあ、一杯。一杯、ありがとう。ありがとうございます。いただきます。今日って何かあるの？今日は俺もちょっとミーティングと撮影ある。撮影？うん、でも、まあ、その朝までじゃないじゃん。またしようよ。今日はちょっと本当に厳しいね。今日だけ。ちょっと飲みすぎじゃない？抜けるのもう。いやいや、大切に飲めよ。いや、もっと。じゃあ蓋はいけないらしいし、うん、もう今日は明後日また来るし、今日はチェック出そうかな。あ、もう行っちゃうの？うん、まだ話したかったけど、俺まだ時間あるし。なんか、いても暇だし、他のところ行く。他のところって初回？初回行くんだ。あんま行ってほしくないな、うん、でも今日アフターできないじゃん。今日アフターできないから初回行くんだ。じゃあもうしょうがない、もうちょっと今日あれするから、頑張るから、ちょっとアフター行こうか。アフター？初回行くぐらいだったら、うん、アフター行った方が。なんか私が初回行くからみたいな、最初から行くって言ってくれたら楽しく飲めたのに。で、3番目がですね、もう激板ですよ。レア君、私のおかげで売れたでしょみたいな。これはマジデジャブ。デジャブ言われたことがありますね。あー、実体験。なんか1000万とかじゃなくて、うん、100から300とか一番なんか、うわー、一番なんか違う。そうよ、一番厄介ない。私の中で4番のうちの3番が一番厄介。いや、そうだと思う。私もそう。そう、50から150が一番厄介で、200から超えるとみんな心の余裕があってみたいな。そうそう、厄介って言ったらちょっと、姫様に失礼ですけど、まあ、いた客のことを言うと厄介っていう言い方になってしまっただけで。ちなみにこれはやっぱレア君の原因でいた客なんですかね。そうですね。前の二人がこういう風になってったから、こう成長しちゃったよ。成長しちゃった。そう、うん、最初に初回で聞きちゃったから、うん、そのじゃあ初回もあるよ。ありません。本当にそれってありますか？でも言ってくれる子も
いいよね、その初回に行った、うん、行ったことを、まあ、言ってくれる。ああ、そうそう、悪気なく行ったんだけどっていうのは、でもそれは嫌だよってちゃんと言います、ね、かっこいい、なんか真剣に嫌だよって言ってくれる、いい気はしない。おはよう。おはよう。だ、来るの遅くない？めっちゃマジでごめん、あ、タクにだよ、うん、そう。てかさ、先月の指名本数さ、うん、レイアクに負けてない？ああ、確かに。てか、私、売り上げ立ててるからさ、指名本数ぐらいそっちでなんとかしてくれない？そうだ、ごめん、確かに実力不足、それは申し訳ない。いや、なんかそんなしょうもないやつ指名してるつもりないから、普通にいいなって思って指名してるから、うん、がっかりさせないでほしい。頑張るわ、俺もっと、うん、もっと輝き、キラキラしてる人が好きだからさ、うん、だから立たせてるわけじゃん、売り上げとか、うん、普通に指名本数ぐらいは設定なんとかしてほしい。そうだね、うん、でもだからってなんか私の対応おろそかになったら速攻切るから。まあそうだよな、うん、てか新しいエンジェルの新作を出た。お願いします。おいしいです。今いい話してたんだけど、僕もそのいい話を聞かせてください。え、いや、お前はいらない。いや、必要です。見飽きたもん。今日はなんか15万ぐらいしか持ってきてないからさ。お、全然ありがとう。それで、うん、やってくれる？もちろんもちろんもちろん、嬉しい、ありがとう、はい、あ、でもなんか今日なんかずっと私のオウム返ししかしないから、ショット30杯ショット3で？でもレイとか1人で飲む。おお、俺が？なんか30杯ごときでなんか潰れたりしたら、この後アフター来てくれなかったら普通にもうお店も来ないから。15万限度くらいまでショットで全部、じゃあ全部ショットで、うん、全部ショットで。よっしゃ、行こう。行きますか。カボノとかダメ、テキーラ全部。あ、全部テキーラ、テキーラ、オッケー、じゃ行くか。オッケーです。テキーラ、テキーラ30。だから最近調子乗ってるけど、誰のおかげでこの店もレイトも1位で成り立ってると思ってるか確認させてもらって、一回聞きたい。それはもう、くらみさんですね。そうだよね、嫌な顔しないで。その通り。そうだよね、やっぱ私のおかげで売り上げ立ててるんだよね、はい、うん、そうよ、めちゃくちゃ感謝してる、うん。最後は、一番金を使ってて一番痛い。そうだね。いや、あれはなかなか珍しいパターンだよね。もうレベル鬼みたいなパターンで、でもずっと確か怒ってたじゃん、あれで。どうやったらさ、こう普通な感じの会話に戻せるんだろうねって気になるよね。あ、でも一回だけな気がします。そうそうそう、鬼になったことはないけど、うん、なんかその他のお客さんにものことも全部知ってるからねみたいな、私は。あ、なるほどね。やっぱだから肯定的に接客するのがベストなのかなと思った。さ、否定するより。ああ、まあそうだよね、いいよねって言われる方が。そのままそのまま。そう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 、そのまま絶対経験あるじゃん。そのまま、特にそのまま、ブイ君とかも経験あるじゃん。もういやいやいや、発泡美人の方が絶対好かれるくない？でも発泡美人タイプって知らない間に降ってきて、うん、あ、そうそう、あ、それもめっちゃわかる。発泡美人、そうなの、満足みたいな。あとなんかもうこいつはもう無理だろって思って、スッて、スッて消える。どっちがいいんだろうね、グワッて言うのか。いや、でもグワッて言った方が長く続くイメージあるよね。ある。やっぱりなんか我慢しちゃってるから、発泡美人ってやっぱちょっと気使ったりで、せっかくやっぱ楽しみに来てるのに気使っちゃってくれるから、そこで不安が溜まって結局担当にガンってくれるから、それだったらガンってきたのよ、最初は。え、でも私がさ、例えばレイと指名してグワーってお金使ってガーンって言ったらさ、ストレスだから、なんか私のこと切りそうじゃない？だって、そこはもう話し合いですよ。おぉー、ぶつかり合った方がお互いの気持ちわかるから。おぉ、それで何が不満なのって聞いて。そう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 、ちゃんとぶつかり合った方が収まる気がするけどね。いや、まあだからなんか自分痛いなって思うこと多分いると思うんですよ、この動画見てね。私もあんた聞いたかったなって思うでしょ、お互い。思いますね、お互い思うので。でもこのみんな売れてるからさ、ちょっとあれだけど、真剣に向き合ってくれるってことですね。もちろん、もちろんですよ。やばいやばい、もうレイト、レイト以外の変身が。やばいやばいやばい、大丈夫ですか、ね、真剣に向き合ってくれますよね。人がいる。じゃあ担当さんと相談して、これからも素敵なホスグルでライフをね楽しんでください。ということで、くらみさん今日はありがとうございました。はい、といってアクセルメンバーもお疲れ様でした。ぜひね、あ、アクセルのメンバー今 YouTube やってるんですよね。水木レイズチャンネルとレイアくんがアンサー
チャンネル YouTube。 あ、そう YouTube、 はい、はい、ということで皆さんぜひそちらの方もご覧ください。ぜひアクセルとアオさんに遊びに来てね。それじゃあまた見てね、バイバーイ。